はい、こんにちは、116ウィンズです。今年のトレードデッドラインも過ぎまして、今季できる補強も概ね終わり、基本的には残りのシーズンを今いるメンバーで戦っていくことを各チーム決めたわけですが、まあ今年も結構な数のトレードが期限直前にして成立しましたよね。当チャンネルでは今年も恒例の週夜配信を行いまして、駆け込みトレードの様子を追いましたが、配信の方もたくさんの方に来ていただき本当にありがとうございました。ちょっとね、配信終えましてやりきった感が個人的にありまして、燃え尽き気味なところもありましたが、今回の動画ではトレードデッドライン当日の動きで印象に残ったものを振り返っていこうかなと思っています。で、今年のトレードデッドライン当日で一番盛り上がったことといえば、やはりタナー・スコットのパドレスへのトレードですよね。移籍前の時点で44試合に登板して防御率 1.18、 ハードヒットもほとんど許さない支配的なリリーフであり、今年の夏のトレード市場においてもリリーフではナンバーワンの存在でした。そんなスコットの獲得には多くのコンテンダーが興味を示したところ、この直前にはレイズからジェイソン・アダム獲得にも成功したパドレスがスコットまでも射止めたと。トレードの報道が出た時、一体どれだけブルペンを強化するつもりなのかという気持ちと、あとは対価ですよね。アダムのトレードでもトッププロスペクトのディラン・レスコを筆頭に結構大盤振る舞いなパッケージを差し出したわけですけれども、一体スコット獲得にどれだけ支払ったのか、ここも気になりまして、配信中でも様々予想がありました。最近評価が落ち気味とはいえ、依然参加上位にランクインしている左腕のロビー・スネリングメインなのか、今季メジャーデビューも果たしているアダム・メイジャーなのか、マーリンズが野手を欲しがっていそうなのでグラハム・ポーリーなのか、結果的には3人全員がパッケージに入っているという、我々の予想すらも軽く上回るような感じで、まあ驚愕でしたよね。AJ プレラー GM がまたも球界に衝撃を与えるトレードともなりました。トレード単体としては複数年保有できるブライアン・ホーイングも獲得したとはいえ、今季限りのレンタルであるスコットに対する対価としてはちょっとやりすぎ感。エース級の先発ならまだわかるんですが、リリーフに対してここまでやってきたのは疑問に思う部分もありつつ、オールインの姿勢は一貫してますよね。パドレスの編成からして今勝ちに行かずしていつ行くのかというのもそうですし、ブルペンをより強固にすることでワールドチャンピオンとなる可能性も上がるとパドレスフロントは考えているんでしょう。またパドレスは近年何度もこういったプロスペクト大放出トレードを敢行しているわけですけれども、割と時間を置かずにプロスペクトの補充も何度もできていますし、やろうと思えばすぐマイナーシステムを整備できる自信の表れもこういった大盤振る舞いなパッケージに表れているでしょうか。トレード時にはパドレスファンの嘆きがあちこちから聞こえてきましたが、チャンピオンになればどうでもよくなるはず、かなり思い切ったトレードとなりましたが、最後にパドレスが笑う秋となるのかは注目したいですね。一方でスコットをパドレスへ放出したマーリンズは、期限当日に怒涛の勢いで売りトレードを成立させてきました。直前にウェーバーにかかっていたとされるジョシュ・ベルも含めますと、実に6件のトレードが成立。期限当日ではなかったですが、デッドラインの数日前までにジャズ・チザム・ジュニアや AJ ・パクもトレードしていましたし、もっと言えば5月にはルイス・アライスも手放しているマーリンズですが、一気にマイナーシステムを強化する夏となりました。現在ベースボールアメリカのランキングにおいて、参加トップ30の実に3分の1は今年トレードで獲得してきた選手たちですからね。レイズも同様に徹底的な売り姿勢を見せたこの夏ですが、売り手市場の状況を生かして、レイズ出身で現在マーリンズの編成トップピーター・ベンディックスもかなりドラスティックにチームを変えようとしていることが伺えます。スコットのトレードでは想像をはるかに上回るパッケージを手にしましたし、またロジャースをオリオールズに放出するにあたってはメジャー級のタレントであるコナー・ノービーとカイル・スタワーズを手にするなど、メジャーに近いタレントもこの夏結構手にしまして、来季以降が楽しみともなってきました。大物選手では先発市場の注目選手だったタイガースのジャック・フラハティがドジャースへトレードとなりましたね。今季移籍前の時点で18試合に先発し、防御率 2.95、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザーリプレイスメントで 2.9 と、ここまで復活の1年となっていまして、デッドラインギリギリまでトレードの方が決まらず心配しましたが、最終的には先発を絶対に強化しなければいけなかったドジャースが獲得と、 USA Today ボブ・ナイチンゲール記者がデッドライン1時間前に行った予言通りの結果ともなりましたね。タイガースとしても昨年 FA 濃厚だったエドワルド・ロドリゲスを昨年の夏本人のトレード拒否もあって放出できず、結局何の見返りも得られずに退団されるという苦い思い出がありましたから、媒体によっては球界全体でトップ100の有望株であるリランゾとソリッドなプロスペクトのスウィーニーの2人をフラハティで獲得し、その二の舞を回避できたのは良かったでしょう。ヤンキースがフラハティのメディカルを見て手を引いたという情報があるのは少し心配ですが、ドジャースの先発陣を支える活躍を見せてくれるでしょうか。またデッドライン当日やかつてのチームのコアとなることに期待された選手たちの移籍もありました。1人目はホワイトソックスのエロイ・ヒメネス、オリオールズへの移籍がデッドライン直前に決まりましたね。
かつては球界内でも5本の指に入るようなスラッガーの有望株、ホワイトソックスもデビュー前に契約延長を与えるほどで、実際ルーキーイヤーとなった2019年は122試合でいきなり31ホーマーと、まさに期待していたような選手になりそうだったんですが、その後がなかなかうまくいかなかったと。特にヒメネスは怪我が多く、未だに2019年の122試合がキャリアハイですし、また自慢のバッティングの方も近年微妙だったのが厳しかったですね。パワーが大きな武器なのに年々ゴロ率が上がっているようでは、それも活かせません。来季以降もオプションを行使すればホワイトソックスは彼を残すこともできましたが、金額からして破棄濃厚だったところ、外野手に割と余裕のあるオリオールズがヒメネスにチャンスを与えたのは意外な部分もありましたが、ハードヒットの多さなどからしてパワーはまだ示していますので、新天地で再起を図りたいですね。もう一人はカージナルスのディラン・カールソン。こちらもレイズへの移籍が決まりました。カールソンもそれこそ球界トップ10レベルのプロスペクトで、2021年に新人王投票3位にも入りましたが、以降は完全に下り坂。メジャーレベルに優秀な外野手、有望な外野手が多いカージナルスにあって、チームもいつかカールソンが真の意味でブレイクを迎えることを期待して我慢し続けましたが、まあとうとうその日が来なかったと。今季お世辞にも抑えているとは言い難いリリーフのアームストロングとトレードとなってしまうあたりに、今のカールソンの立場の低さを感じてしまいます。ただかつてのプロスペクトとしてのステータスの高さ、新天地で復活することに期待してか、期限当日にナショナルズやエンゼルスがカールソン獲得に興味があるとされたところ、レイズが獲得したのは意外でしたね。カールソンはすでに年俸調停に突入しており、予算制約の大きいレイズにとってはそれはマイナスになりそう。ましてやカールソンくらい結果が出ていないと余計にそうなりそうなところですから、レイズはよっぽど彼の復活に自信があるのか。アロザレーナを筆頭にレイズはカージナルスから近年獲得した外野手にいい思い出が多いはずですので、そういった部分ももしかしたらあるのかもしれませんけどね。ここまでは動いた選手の話でしたが、今年の夏は動かなかった大物選手の存在も印象的でした。タイガースのタリック・スクーバル、ホワイトソックスのギャレット・クロシェ、ジャイアンツのブレイク・スネル、レイズのヤンディ・ディアスなどなどと、また売り手側からすれば大物選手ともいえるベースボールアメリカの球界全体のプロスペクトランキングトップ100に入っている有望株も一人も動きませんでした。2年前のフアン・ソト、昨年のシャーザーやバーランダーのようなザ・スターみたいな選手が今年の市場には不在で、買う側もトップ100レベルのプロスペクトを出すほどの存在がいなかったとも言えそうで、売り手側から見てもなかなかこういった選手たちが動くほどのオファーもなかったんでしょうね。ホワイトソックスの状況からしてクロシェはトレードしたかったところですが、トレード時には契約延長なしではプレーオフでは投げないという本人の要望もマイナスに移ってか、トレードがまとまりませんでした。このほかドラフトとトレードデッドラインまでの期間が今かなり短いですから、交渉が熟すまでの時間が十分でないことももしかしたら影響しているのかもしれませんね。ということでビッグネームはあまり動かない市場でしたが、ただ期限直前にバタバタとトレードがまとまり、最終的に成立したトレードの件数で言えば近年では一番だった夏かもしれません。ファンとしてはビッグネームの移籍をもっと見たい部分もありましたが、市場にそういった選手が少ない以上はなかなか難しい部分もあったでしょうか。皆さんは今年のトレード市場を振り返ってどう思いましたか？よければ感想などをコメントに残していただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。